こんにちは、えー、プロトレーダーの翔太です、えー、ドル円の相場展望を行っていきます、えー、こちらですねドル円の1時間シャアと表示しているんですが、えー、注目ポイントとしては、えー、110.333円であるこ、えー、この区間でサポートラインだった、えー、110.333円をですね、えー、まあ実体レベルで、えー、下にブレイクしてきたんですねうん なので、えー、次ですね、目指してきやすいポイントとしてはですね、110.098円である、えー、ここの押し安値ですね。このあたりを次は捉えてきやすいですね。うん、で、もしもですね、えー、まあ、この110.098円、えー、捉えることなくですね、えー、まあ、急反発して上昇してきた場合ですね。うん その場合なんですが、えー、や、やはりですね、この110.333円である、まあ、この区間でサポートラインだった、えー、このラインがですね、今度はレジスタンスラインとして、えー、機能する可能性が高いので、この110.333円もしっかり、えー、上に超えてから、えー、なおかつ押し目をつけて、 押し目買いですね。はい。買いエントリーをする場合はそこまでまあ見た方がいいかなと思います。うん。えーまあ、この辺でね、あの抑えられて上昇してきたとしても、あのさっきも言いましたけど、110.333円がレ、えー、そうですね、110.333円付近でレジスタンスされて、えー、またもう一段階下落してくる可能性高いので。 だから、買い目線の人は110.333もしっかり上抜けてから、しっかり押しを,押しを待って、押し目買い。で、えー、そうだったらですね、えー、次目指してきやすいポイントが、ここの戻り高値ですね。ここの戻り高値である、えー、110.541円あたりまで、えー、上昇してきやすいので、まあ、あのこの値幅ですね、うん、この値幅ぐらいを、 まあ取るイメージで買いエントリーすればいいのかなという感じですね。うん。で、えー、逆にこれ110.333円がまあレジスタンスとして機能しやすいんで、この110.333円ぐらいまでね、もし上昇してきて、抑えられて、えー、また再び下落してきた場合はですね、えー、ここであのー、まあ戻しというかですね、戻しが決まる、えー、感じになるので、まあそこを狙って、えー、戻り売りですよね。うん。 この110.333円付近まで戻ってきたところを狙って戻り売りを仕掛けてで、えー、さっき言ったように、えー、次目指してきやすいポイントである、えー、110.098であるここの押し安値、うんまあ、この値幅ぐらいを、えー、取るイメージで売りエントリーを仕掛けると、まあ、うまく決まりやすいというかですねまあそんな感じですね。 で、えっ、ー、と、その相場の優位性としては、あの、まあ、ここですね。やはり、あの、ここのね、安値っていうのが、まあ、あの、まあ、この区間で言ったら、えー、サポートライン、えー、となるわけですけども、あの、この、ここの安値単体で考えるなら、あの、ここの安値っていうのは結構重要な安値でして、っていうのが、あの、この直近のね、この最高値であるここ、 えー、111.121円付近であるここの最高値をあの作り上げたこの上昇の波の,あの起点となる、えー、押し安値なわけですね。うん、ここの安値を,を起点としてこの上昇の波が生まれて、えー、ここの最、えー、直近の、えー、最高値である、えー、ここの高値を作り上げてきたという流れなんですね。 だからここの高値を作ってきた起点となる安値っていうのは重要なので,でそんな重要な、えー、安値をこの下落で、まあえー、1時間足のレベルにはなりますけども実体レベルで下にブレイクしてきたということで、あのーまあ、この観点からですね、えー、下落 えー、下落というかまあ売りの方が優位性が高くなってきております。うん、なのであの優位性で言ったらまあ売りの方がまあ、えー、高い、えー、相場状況にあるんでまあその売りをベースに、えー、売りエントリーをベースにあの考えてやるのがまあ得策な相場ではあるんですけども。 まあ、その場合ですねやっぱりその「売りエントリー」を仕掛けるにはですねあの下がりきっているところでやっぱり売りエントリーするっていうのはナンセンスなんでやっぱさっきも言ったようにあのしっかりあの戻りを待ってからの「戻り売り」でその「まあ、戻りをあのかけてきやすいあの直近でね直近で戻りをかけてきやすいポイントがさっき解説したように110.333円付近なわけですね。 この110.333っていうのが先ほどから何度も言ってるようにこの区間でサポートラインとして機能して、えー、いたからですね、うん、こういうところは、えー、後々レジスタンスラインとして機能しやすいんでね、うん、要するにサポレジラインとして、えー、サポレジラインとしてというかサポレジラインになりやすいですね、うんまあ、ここであの、まあ、3回ねあ4回ですか、うん、123 4回止めてきている、えー、ラインなわけですからそんなラインをここで下に割ってきたで、えー、そんなラインをまた、えー、再度試してきた試してくるような上昇が起きた場合、えー、やはり、えー、そのライン際で抑えられて下落しやすい、うん、そういう流れになりやすいんですね、うん、だから110.333ぐらいまでもし上昇してきたらあのその辺がですね えー、まあ戻り目となりやすいんでそこら辺狙って戻り売りというイメージですね。うん、ただ、あのー、もちろん110.333であの必,必ずしも止められるわけじゃないんで、あのー、その辺はですね110.333付近の、あのー、プライスアクションをよく見定めてですね,、えー見定めてですね で、110.333を、もしう、えー、上に超えてくるようなことがあれば、えー、今度は逆に、あのー、まあ、小さな、えー、押し目を待ってですね、えー、もっと短期足に切り替えて、短期足レベルでの押し目をですね、えー、待ってからの、えー、押し目がいい。うん。で、えー、まあ、その、短期足で、まあ、例えばその5分足、まあ、そうですね、5分足、15分足、 まあ場合によっては1分足ででも大丈夫です、うんまあその。その3つの時間足の、まあ、どれかぐらいにまであの落としてやって、まあ、小さくその短期足レベルで押し目を作ってきてからの押し目買いしてで、えー、っとその上昇してきた場合にその次目指してきやすいポイントであるここのえ戻り高値である110.541。 当たりぐらいまでサクッとと取るというか、うんまあそういうイメージですよね。うん、ではそのまあ相場っていうのはその節目節目を狙ってきやすいんですね。うん、こういった戻り高値とかね戻り高値とか、えーまあ、今はこの上昇の波が、えー、この下落の波をですね支配している状況なんでだから当然ですね、えー、まあ例えばですよあのここの押し安値を 下抜いてきたら、下抜いてきたら次目指してきやすいのがここの押しやすの下であるここの押し安値なんですね。で、ここの押し安値もさらに下抜いてくると次目指してきやすいのがここの押し安値のさらに下であるここの押し安すなんですね。で、ここの押し安値もさらに下抜けたら、えー、この1個下の、えー、ここの押し安すもしくはこの えー、こ,こ,ここの押し安値とここの押し安値近いんで、まあ、ゾーン、えー、といった感じで考えてやって、うん、ここの押し安値とここの押し安値ねの、まあ、間ぐらいまで、えー、目指してくる感じになるかなっていう感じで考えるわけですねこういうところは、うん、なぜかというと押し安値と押し安値のあのー、まあ幅があの近いのでねこういうところはこの間で えーまあ、何あのこの間ぐらいを目指してくるかなみたいな感じで考えてやるといいっていうことです。うん、だから、まあそのまあ、今はね、これ上昇の、えー、波が支配しているので、その押し安値の観点になりますが、あのこれはね、あの下落の波が支配している場合は逆に考えてやるんですね。だから例えばあの今直近で言ったら あのこの辺からね下落を抑えられて上昇してきた場合あのまず最初の関門となるのがあのここの戻り高値先ほどから解説しているここの戻り高値になるんですねでその関門っていうのはその目指してきやすいポイントなわけですねうんその行く手を阻んでくるところまで目指してきやすいっていうのがその相場の、まあ、本質になるんです だからここがね、行く手を阻んでくる戻り高値なんですね、最初の。ということは、この辺ぐらいまであのもしあの反発してね急反発し、急反発して上昇してきた場合、この辺ぐらいをまず最初を目指してくるという流れになるわけです。で、この辺ぐらいで抑えられて、また下落してくる。という、えー、可能性が高いわけですね。だから逆に、えー、今度はここの戻り高値をしっかり上抜いてきた場合は、 あの、ある程度、押し目を待って、押し目買いをしてやって、で、その後は、ここの戻り高値の1個上である、次はここの戻り高値。えっ、ー、と、まあ、110.811あたりの、ここの戻り高値を次は目指してきやすいので、だから、ここの戻り高値から、ここの戻り高値の、その、まあ、値幅を、まあ、なんだな、押し目買いをして、 えー、取ってやるというかですね。うん。まあそういうイメージです。だから、えー、っとね、買いエントリーの場合は、その、えー、戻り高値と戻り高値の値幅を狙って、えー、押し目買いを、まあしてやるイメージですね。基本的には。で、逆に、えー、売りエントリーの場合は、あのー、押し安値と押し安値の値幅を狙って、 えー、戻り売だから、あのー、例えばここのえっ、ー、とね、まあ、この下落を取る、えー、というなんだろうなシチュエーションで解説するならば、まあ、ここの押し安値をこの大陰線で一気に、あのー、下抜けてきましたよね。 で、そしたら一気に下抜けてきて、この陰線が確定したようなところで、ウリエントリーするんじゃなくて、一旦、戻しですね、戻,戻していうか、戻りを待つんですね。戻り待って、で、この、まあ、なんだろうな、下抜けてきた、この押し安値あたりまで、えー、しっかり戻りを待つんです。うん。その、なんだろうな、ブレイクしてきた押し安値あたりを、あの、再度試してくるんですね、このようにね。 こうやって。でこういうところを狙って戻り売りをするわけですね。で戻り売りしてで、えー、利益確定するポイントが、えー、ここの押し安値の1個下,下であるここの押しやす、うん、ですねで。もしくは、えー、ちょっと弱めに見てここの押し安値。 ただ、ここの押し安値よりもですね、えー、こっちの押し安値の方がしっかりと、えー、押しを、えー、つけてきているのがわかりますよね。これはですね、あの言ったらまあ、要線の安値なのであの、優位性低いんですね。けど、こっちはまあ、しっかりとですねあのこ、こういうスイングをつけてですね、こういうスイングつけて作ってきた押し安値な,なので、 あのこっちの猫、ね、弱いスイングでつけてきたでしかもなおかつ陽線の下髭の押し安値めなんで、まあ、優位性低いとだからここの押し安値めで利益確定するのはもったいないんですね、うん、だからこの値幅でしか取れないんですその場合はこの値幅しかね、うん、だからここで切るのはもったいないのでこのえさらに1個下の、まあ、こういうあの 広いスイングをつけて、つけてきたここの押し安値あたりぐらいまではしっかりと粘って、えー、ここまで下がってきたところところで利益確定すると。だから、ま、この、え陰、ー、線でまあ利益確定できるって感じですね。このあたりで利益確定できるかなと。うん。ここの押し安値付近まで下がってきたこの辺で利益確定できると。だから、 まあ、イメージとしては、こっからここまで取れると。うん。この値幅分ぐらいは取れるっていう感じですね。だそういう感じですよ。だから、あのー、えー、ウエントリーの場合は、その、押し安値と、押し安値の間の値幅分を取ってやるっていうのが、あのー、基本的な流れ。うん。ちゃんと、えー、戻りを待って、戻り売りをして取るっていうことですよ。あのー、なんだろうな。押し安値をブレイクした、 えー、ブレイクしてそのブレイクアウトで、えー、取っていくっていうんじゃなくってあの一旦ちゃんと戻りを待ってから戻り売りって感じです。うん、で買い、えー、エントリーの場合も、えー、同じであのブレイクアウトあの上昇してその重要なラインをブレイクしたところで買いエントリーをするんじゃなくって。 しっかりと、その重要だったライン、ライン際、もしくは、あの、さらに一個下の、えー、ラインぐらいまでですね、えー、しっかり、あのー、押し目を作り、作りに来るのを待ってですね、うん、このように押し目となる下落を作りに来るのを待ってからの押し目買いをするとこう、こういうね、そこで取れやすくなるんですね。だから、えー、買いエントリーの場合は押し目買いで、えー、売りエントリー売りエントリーの場合は、 戻り売りっていうのを意識してやるようにしてみてください。はい、そうすると、えー、かなりトレードの成績がですねあの向上しやすいんで、うん、結局ねあの押し目買い戻り売りっていうのがあのその本質的な何だろうなトレードのやり方になるわけですよ。うん、ブレイクアウトだったらあの,あのなんだろうな天井、えー、まあ なんだろう、買いエントリーの場合は天井をつかまされやすいし、で、売りエントリーの場合は底をつかまされやすいというか。だからブレイクアウトっていうのはあんまり良くない。あのー、まあ、状況にもよるんですけども、基本的には、あの、しっかりと押しを待ってから押し目買いうん。押しとなる下落を、えー、作らせておいてからの押し目買いで、えー、売りエントリーの場合は、しっかりと戻りとなる上昇を作らせておいてからの戻り売り。 それを心がけてみてみください、はい、次に、えー、非常に重要なお知らせあるんですけども、えー、と僕の LINE アットをですね友達登録していただいた方にだけ特別にお渡ししている えー、超初心者の、えー、トレーダーでもですね、少資金から最短、最速で、えー、経済的、精神的、時間的、環境的、自由な真の、えー、お金持ちの上昇トレーダーを、えー、目指していくためにおいて、ものすごく役に立つ極意マニュアルというものを、えー、僕の LINE アットの友達登録者限定でお渡ししております。はい でえー、とこの極意マニュアルですね、えー、お受け取りいただいたらですね、あのしっかりとこの極意マニュアルの、えー、ステップ1からステップ10に沿ってですね、えー、しっかりステップ通り、えー、行動していってください。うん で、しっかりと行動をすることがですね、できている、えー、教え子の方々はですね、えー、ものすごいレベルで、あの、ものすごいレベルでというか、ものすごいスピードで、あの、かなり成長しております。はい。で、あの、本当に、あの、かなりの額、えー、の資産をですね、こう、築き上げている、えー、僕の教え子の、えー、トレーダーの方々っていうのは本当に多くてですね、あの、なので、えー、重要なのはですね、 あの、この極意マニュアルをお受け取りになったら、あの、素直にですね、うん、素直に迅速に行動するようにしてください、うん。その、あなたの、その考えとかっていうのは、あの、一旦ですね、一旦すべて脳みそからもう捨て去っていただいて、 もう脳みそ空っぽにしていただいてそして、えー、この分野、えー、こういったねそのトレードの道を、えー、極めているその僕の言うことをその素直に聞いてそして迅速に行動していただきたいんですね、うん、そうすることで極意マニュアルの価値というのがですね、えー、出てきますんで、うん、この極意マニュアルをお受け取りいただいてもその あなた自身がですね、何にも行動しなかったら、そのあなたの人生っていうのは何にも変わらないわけですね。うん。経済的にも、精神的にも、時間的にも、環境的にも、自由が訪れることはですね、今後ないわけですよ。だから、あのー、しっかりと行動するようにしてください。うん。あの、あなたが人生を本当に激変させたいというふうに思っているのであれば、しっかりと極意マニュアルのステップに沿って、 で、えー、と僕の LINE アットのリンクはですねこの動画の下の説明欄に載せておりますんでそちらからですねまずは僕の LINE アットをお気軽に友達登録していただきそして、えー、と僕の LINE アットのトークの方にですね「えー、極意マニュアル希望」とメッセージをくださいそしたらあなたに極意マニュアルを、えー、お渡しいたしますので えー、受け取ったら、えー、さっきも、えー、さっきも言いましたけども、えー、素直に迅速に極意マニュアルのステップ1からですねステップ1からステップ10に沿ってですね、えー、迅速に行動していってください、うん、まずはステップ1からですね、えー、クリアしていってください、はい はい。というわけで、えー、今回の動画講座以上になります、えー。参考になりましたらね、動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。プロトレーラーの翔太でした。失礼いたします。